えー、皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。えー、この動画ではテクニカル分析の視点で足元の状況ですとか今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていってます。2022年相場もですね、今週が最後というところになりまして、当然ながらこの動画も今年最後といったところになりますが、このままですね、引き続き動画をご覧いただきまして、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきたいと思います。 まずは先週の日経平均の振り返りからしていきたいと思います。先週末ですね、12月23日だったと思うんですけれども、この日の日経平均の割値が26,235円でした。で、前の週の割値が 27,527 27円でしたので、1週間でですね、1,292円、まあ、下落したというところで、こちらのですね、スライドをご覧いただいてもお分かりの通り、かなりですね、株価下げてるなといった印象になっています。こんな感じでですね、この75日移動平均線のところで、下でサポートされてたんですけども、これがですね、1週間で、まあ、窓開けで下落して、200日移動平均線が、まあ、サポートとして機能すると。翌日ですね、この長いローソク足のイン ですね、ちょうど日銀の金融政策決定会合を受けてからのまあ株価下落の局面ですね、この時に大きく下げたんですけれども、株価の節目、2 6500円どころで、一旦サポートされる形になって、翌日の水曜日、木曜日もこの2 6500円意識されてるんですけれども、またです、ね、週末の金曜日に一段安となったという形になっています。 ただ、ですね先ほども申し上げたとおり200日同平均線がですね下値のポイントになったりですとかあとは2 6500円のところですね攻防戦が繰り広げられたりですとかあと週末、まあ、一段安になったんですけれども先週の中でですね唯一のローソク足の要線ですね。 要は、終わり値が始まった時の値段よりも高い線となっているというところを見るとですね、下げ幅は大きかったんですけども、いわゆるこう下値の目安をですね、探りながらまあ下げていったような、まあ、そんな印象になっています。ですので、売りが売りを呼んでですね、大きくドスンと下げたというよりは、その相場のムードを受けながらですね、下げ止まりどこら辺になるんだろうといったところをこ探りながらまあ下げていった、そんな感じになっています。 でいよいよです、ね、今週がまあ年末最後というところで、まあ、見ていきたいと思うんですけれども、これいうにです、ね、下に探りながら来てますので、今週の早い段階で、いわゆるこう下げ止まり、こういったのが確認できるとです、ね、まあ、当然株価のこう反発というのも見込めるというところですね、特にこう先週の下げが大きかった分、その反動もです、ね、大きくなりまして、この2万6500円どころ、ここを超えてきたりですとか、また2万7000円、あとはこのオレンジの200日同平均線ですね、ここまで戻すといった展開もまあ想定されるのかなというふうに。 いうことがで、きるかと思いますでこの大きな反発という観点で見ていきますと、注目していただきたいのが価格帯になっていきます。要は先週の,です、ね、この下げ幅、ここを見ていきたいんですけれども、こんな感じで2万7500円から2万6500円、ちょうどこう1000円ぐらいのレンジのです、ね、帯を色で塗り分けしていきました。 で、チャートを過去に遡っていきたいんですけども、実はこの価格帯をですね、どういうふうに株価が推移していったかというのを見ていくと、ですね、意外とですね、例えば今年の6月なんかは、ですね、この価格帯を一気に突き抜けていくと、で、まあ、7月に入ってからですね、この価格帯を一気にこう、駆け上がっていくと。 で同じように、9月のときにも一気に突き抜けて、で10月の頭にです、ね、一気に駆け上がるみたいな形で、ですね意外とこの1000円の価格帯がですね滞在時間が短いと言いますか、まあ、このあとちょっと揉み合う局面、あるにはあるんですけれども、パターンとしてですね一気にこう駆け抜けやすいといった価格帯でもありますので、そういった意味ではです、ね、株価が反発していったときには、思ったよりもこう上昇していくと、そういったですね期待なんかもまあ一応こう残されているのかなというところ、チャートから読み取れるかと思います。 ただですね、ちょっと注意しておきたいのは、下方向の方ですね。要は下ブレードのところもちょっと注意しておきたいなというのが一つありますので、そこについても皆さんと一緒に確認していきたいと思います。ご覧いただいているのが、この動画でも何とか紹介しております、昨年の高値ですね、9月14日の3万トンで795円で。今年に入ってからの安値、24,681円ですね。この下げ幅に対するピンクの線のギャンアングルと、 横の水平ラインですね、水色の線のフィボナッチリトレーセメント、この2つのです、ね、指標を重ね合わせたもの、こちらのまあ資料で見ていきたいと思うんですけれども、先週末時点ですね、じゃあ、このフィボナッチリトレーセメント、まあ、株価水準で捉えていくと、先週末の株価というのがちょうどここに位置しています。で、この線、何かというと、この昨年の9月と3月の下げ幅に対して 23.、23.6%戻しましたよという、戻りのラインのところと、ほぼほぼ一致しているという形になります。 でちょうど1ヶ月前がです、ね、ここに位置してたんですけども、68%戻しというところで、今年に入ってからのこう戻り高値が集中するエリアですね、ここに足を踏み出すあったのが、この1ヶ月で,です、ね、一気にこの戻りのラインのです、ね、最終防衛ライン、ここまで来てしまったという形になります。で今年に入っててからのです、ね、日経安値見ていきますと 23.6%戻しですとか、この2万6000割れ。このあたりでですね、まあ、株価下げ止まることが多いので、もしかすると、この23.6%戻しをこう下抜けて、2万6000割れという局面があってもですね、まあ、ここでちゃんとしっかり買いが入るかどうかといったところも注目されるかと思います。特にこう年末にかけては、商いが薄くなりがちといったところもありますので、思わぬですね、過去につけたこの安値ですね、ここを下抜けてしまって、この3月9日の安値ですね、ここをトライすると、 言った可能性もなくはないので、一応、ですね、メインシナリオとしては株価の戻り、まあ、期待したい部分、強いですし、まあ、これがメインシナリオになってくるかと思うんですけども、一応、サブシナリオとして、ですね、この下振れといったところも、頭の片隅に置いておいた方がよろしいのではないかなというふうに思われます。 でですね、日本株見てきたんですけれども、アメリカ株の方も見ていきたいと思います。まずはですね、ニューヨークダウンの冷やしチャートなんですけれども、先週のニューヨークダウンなんですけれども、週末23日の終わり値が 33, 3万3203ドルというところで、前の週の終わり値が3万2920ドルでしたので、何気にニューヨークダウン上昇した格好になっています。で、ちょっとこのローソク足のシですね、並び見ていきたいと思うんですけれども。 こんな形でですね、先週の動き、どうぞかし確認していきますと、月曜日、火曜日、水、木、金というふうに並んでまして、要はですね、陰線と陽線、まあ、白い線と黒い線がですね、交互と言いますか、入れ替わるような形で並んでるといったところがあります。ままたですすね、株価の下で見ていきますと、 このように50日同平均線がですねサポートとして機能していると、まあ、要はその株価の上げ下げ、ちょっと荒っぽい値動きだったんですけれども、相場全体としてはそこが高かったのかな、そういった値動きをまあニューヨークダウは先週示しました。ただ、まあ、短期のトレンドで見ていきますと、この MACD がですねこのいわゆる緑の水平ライン、ゼロドルライン、ここをちょっと下抜けていますので、下向きの意識というのもちょっと強みつつあるといったところは注意が必要という感じになっています。でですね ちょうど直近の高値といいますか、戻り高値見ていきますと、4月の戻り高値と8月の戻り高値。この2つの高値をですね、結んだいわゆる上値ラインですね。この動画でも結構この上値ラインという考え方、たびたび紹介してるんですけども、この上値ラインのところのですね、攻防を繰り広げられているというふうにも見えなくもないと。しかもですね、 株価水準で見ていきますと、ちょうどこう3万3000ドルというところありますので、チャート過去に遡っていきますと、11月のところでですね、一旦こう上値が抑えられるところとして3万3000ドル意識されてましたし、あとはですね、9月末にかけてこう下落をする局面ですね、下げ始めた時にですね、一旦この3万3000ドルで様子を伺ったという局面があったりですとか、あと8月、4月からですね、8月の頭にかけてもこの3万3000ドル意識されてましたし、 さらに遡っていくと、5月末から6月末にかけて、ですねこの3万3000ドル、意識されてましたし、さらに遡っていくと、ですねちょっとこうチャート切れちゃってるんですけども、やっぱりこの3万3000ドルのところでですね攻防戦がまあ繰り広げられているといったところを見ると、ですねここ直近のニューヨークダウンの,の3万3000ドルというのが、比較的ですねこ強気と弱気のこう分かれ目として、ですね機能していった価格水準といったところもありますので、年末、ですねこの3万3000ドル台キープして、応援 ることができるかどうかといったところが焦点になってくるのかなというふうに思われますでニューヨークダウはですね比較的こうしっかりした足取りそういった様子を伺えたんですけどもただこうナスダックですねこっちは注意が必要というところになっています 特にですね、ナスダックというのは、先日のアメリカの FOMC を受けて、ですね、いわゆる FRB が高橋勢を示しまして、その金利のですね、この上昇傾向というんですかね、しばらくこう利上げ傾向続くよといった高橋性、示されましたので、それに伴ってですね、株価の上値、重たくなってむしろ下げているといった局面が増えてきているという状況です。 で先週末時点のですね、ナスダックなんですけども、1万トンで407ポイントだったんですけれども、10月13日のですね、安値1万トンで88ポイント。まあ、この辺をですね、伺うような形になっているというところもありますし、あとこのマック d のですね、下向き、これもニューヨークダウ以上にですね、強めているというた格好になっています。 でまた、ですね、この10月13日を底として、この安値同士を結んだライン、さらにこれをですね、平行上に上値の方を伸ばしていったライン、見ていきますと、ちょうどですね、こう右肩上がりのレンジ相場、繰り広げられてきたんですけども、ちょっとここも下抜けつつあるという形ですので、まあ、ニューヨークダウンに比べると、ナスダックの弱さというのが目立ち始めたのかな、そういった印象になってますので、引き続き下げ止まり、まあ、ここを確認できるかどうかというところが、ナスダックのポイントになってくるというふうに考えることができるかと思います。 で、さらにですね、S&P500。こちらはちょっと期間が長めのチャートで見ていきたいと思うんですけども、これもまあ前回の動画で紹介した通りではあるんですが、今年に入ってからのですね、戻り高値。1月、3月、8月、 12月というところで、それぞれの戻り高値がですね、ほぼ一本の直線上で結ぶことができるというところです。で、まあ、先日の FOMC まではですね、この上値ライン超えそうなところあったんですけども、まあ、これが跳ね返されているというところありますので、再びですね、株価戻してきたという場合にはですね、再びこの上値ラインのところまで戻す可能性というのはあるんですけれども、結局ですね、1年間通して、まあ、1月からの状況続いてますので、下落トレンドがですね、続いたまんま、まあ、年間の取引、 追えそうなな感じになっていますでマック D の方ちなみに確認しましても、ナスタックに近いような形で、この赤い線のマック D が、いわゆるゼロポイントラインを下抜けているという格好になっています。ですので、本格的なです、ね、底打ちから株価の上昇というのは、年越しに持ち越されるという形になるかと思われます。 以上を踏まえてですね、今週の主な予定、イベント、こちらもチェックしていきたいと思います。ご覧いただいているのが主な予定の一覧になっておりまして、年末の最終週といったところもありますので、イベント自体はかなり少なめとなっています。で国内見ていきますと、まあ、ちょっとごちゃごちゃ書いてはいるんですが、IPO が1、2、3、4、5、6名柄控えているというところと、あと国内の決算ですね。例えば、島村ですとか、高島屋、 あとは、杉ホールディングス、J フロント、こういった形でですね、国内の小売関連企業の決算がポツポツ予定されているという形になっています。で、30日の金曜日がまあ大納会という状況ですね。で、一方ですね、海外の方見ていきますと、本日26日がクリスマス関連で休場というところで、まあ、4営業日になってくるというところです。 で、アメリカの方の経済指標です。例えばこの S&P ケースシラー住宅価格指数ですとか、住宅販売保留指数ですとか、住宅関連の指標をはじめとして、ポツポツ経済指標の発表が予定されていると。 で、31日の土曜日ですね、アメリカも国内も取引を終えた後なんですけども、土曜日に中国の製造業の PM が出てきているとで。特にですね、ゼロコロナが解除されて、一時期こう中国株というのはリオープン期待で買われる局面あったんですが、足元でですね、コロナ感染が急拡大しているといったところが、まあ、懸念され始めているというところありますので、そんな中でですね、この中国の景況感といったところも、年末か年明けにかけてですね、一つ焦点になってくるのかなというふうに思われます。 で、年末から年明けにかけてなんですけども、これも株価材料でちょっと整理していきたいと思います。先ほどもですね、日経平均は大きく戻す可能性もある一方で、下振れにもですね、サブシナリオとして意識した方がいいよといった話あったと思うんですけども、確認事項としましては、まずこの金融政策面ですね、まあ、日銀会合の余波というところで、先週の日銀会合ですね、これがサプライズとなったといったところが非常に大きいかと思うんですけども、これによって足元のまあ国内市場を見ていきますと、 例えば日銀の会合後のです、ね、市場の反応というのは、まず、あ、株安、円高。 あとは債券利回りが上昇するといった初期反応を示しましたと。で、それによってです、ね、例えばこう自動車関連のまトヨタですとか、ホンダ、まあ、こういったところがです、ね、年初来数値を更新する一方で、金利の上昇という状況を受けてです、ね、メガバンク株が年初来高値を更新するというところで、いわゆる日銀会合後のです、ね、物色の傾向というのが、強いものと弱いものと、と、まあ、二極化といいますか、温度感がです、ね、非常に激しくなってきたといった状況になっています。 ですので、買われる銘柄とそうでない銘柄のですね、格差が大きくなりがちになっているといったところを踏まえると、日本株全体でですね、方向感が出にくい状況というふうにも考えることができるわけです。ですので、アメリカ株が仮に大きく上昇したとしてもですね、日本株多分それを受けて、日本株も上昇するかと思われるんですけども、そのアメリカ株の上昇の勢いについていけないという可能性も当然あるのかなというふうに思われます。 あとはですね、先ほどスケジュール感見ていた通り、アメリカのまあ経済指標ですね、今週ですね、ものすごく要チェックっていうようなですね、重要なまあ経済指標というのが比較的少なめとなってまして、むしろですね、年明けに注目の経済指標ですね、発表が控えているという状況になっています。 例えば、来週なんですけども、1月の4日に ISM の製造業景況感指数が出たりですとか、来週末の1月の6日にはアメリカの雇用統計控えているとで、さらに翌週にはですね消費者物価指数ですね、CPI と呼われるものが控えているとなってくると、アメリカ株市場もですね、まあ、どちらかというと相場の視点が年末というよりは年明けの方に向かっているととなってくると、年をまたぐ格好になりますので、まあ、一旦ですね今週様子見で、来週の動向を伺うという いう状況もますでまたです、ね、原油価格の方がちょっとこう70ドル台の前半だったものが、再びです、ね、ちょっと80ドル台の方に向かうような動きを見せています。ですので、これからです、ねまあ、冬場が本格化するという中で,です、ね、燃料ですとか暖房ですとか、まあ、そういったところでこの資源価格の上昇といったところも注意が必要という形になるかと思われます。 でですね、もう一つ、こう、年明けを見ていく上で注意しておきたいのが、時間軸の意識だと思われます。で、まあ、2023年相場なんですけども、しばらくですね、株価の上げ下げはまあまあ激しいんですけども、方向感が出にくい展開。まあ、こういったところをですね、想定してます。その理由というのが、この時間軸の意識というところです。 でこの動画でもですね、まあ、口頭ベースでちらっとお話したかと思うんですけども、要は今までのこう状況というのが、例えばですね、いわゆるこうコロナショックというところで、新型コロナウイルスというのが世界的に拡大していったというところでですね、いわゆるこの相場サイクルの中でいうと、景気悪くなっちゃうんじゃないのか、企業業績が悪化するんじゃないか、要は新型コロナウイルスの急拡大によって、逆業績相場みたいな状況になっていったのが、それを食い止めるためにですね、まあ、いわゆる金融相場という形で、各国の中央銀行が、まあ大 いで金融緩和をするとで、政府もですね、経済対策で巨額の財政支出をするというところで、一気にですね、この逆業績相場から金融相場に移っていったと、で当然、ですね、経済の持ち直し、立ち乗りが早くて、ですね、業績が急拡大していったと、でそれに伴って、ですね、インフレも進行しちゃいまして、で足元でまあ相場の懸念材料となっている FRB の利上げ、これに代表されるような引き締めが始まっていると。 で、まあ年の途中ですね、引き締めというのがある程度織り込み済みと。で、インフレもピークアウトしてきたと。であればですね、金融引き締めによる業績悪化がですね、ソフトランディングできるんであれば、このままですね、仮にですね、その後、景気が悪くなったとしても、この金融緩和、再び行くんじゃないかという形で、実はですね、 今、こう、言葉で口頭ベースで申し上げた一連の流れというのが、かなりですね、異例の事態が続いたというところと、あと、この相場の展開、時間の流れ、これがですね、異様に早かったといったところあるかと思います。で、今までは、この社会の動きのスピードと相場の動きのスピードというのは、わりかしこう、一致してたんですけども、今はどういう状況かというと、ある程度ですね、FRB が急ピッチで利上げをしてきましたと。 じゃあ、その急ピッチで利上げしていったので、一旦ペースを落として、実体経済の影響の度合いですね、これを時間をかけて見極めていこうという段階となってくると、社会の方がですね、世の中の方がちょっとスローダウンしてきたと。 でただですね、相場の方のスローダウンがどこまで進んだかというと、まだそこまで進んでない可能性があると。ですので、ちょっとした材料で大きく上げたり下げたりみたいなことを、まあ、繰り返すような展開、特にですね、11月、12月多く見られているかと思うんですけども、そういったところで行くと、この時間軸の調整というのが来年年明け以降までしばらく続くのかなというふうに思われます。 ですので、来年の相場ですね、まあ、少なくても1、2、3月ぐらいまではですね、年末に見られたような値動きの展開、こういったところが続くのかなというのが、まあ、メイン次第になってくるのかなというふうに思われます。それを踏まえてですね、2023年相場のまあ想定というのもちょっと気が早いんですが、してみたいと思います。でご覧いただいているのが日経平均の週足のチャートですね。 このいわゆるコロナショック後の安値、ね、3月19日の週に日経均安値つけているんですけども、ここを起点として、いわゆる昨日までのですね、週足チャートの動き、この値動きをですね、回帰分析したものをですね、これが今ご覧いただいているチャートになるかと思います。で、この回帰線ですね、これが赤い線になっていきます。 で、これでですね、さらに、プラスマイナス1シグマ、プラスマイナス2シグマという標準偏差を取りまして、相場の方向感ですね、こういったのを掴んでいこうといったものがご覧いただいているチャートになるかと思います。で、見ていきますと、現時点ではですね、この傾き。 こういう傾きだったんですけども、今後、ですね相場がもみ合が続く、下落が続くということであれば、ですねこの傾きがだん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 ですねこ水平方向に向いていく形になりますし、相場が上昇局面が目立つような展開となってくれば、相場の傾きがだん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 急角度になっていくという形になるかと思います。で、いくつかポイントあるんですけども、まずですね1つ目は、この回帰線の中心の部分と株価の位置関係になっていきます。 で、今とというのはどうだったかというと、まあ、ここが2022年の始まりなんですけども、この回帰線よりも下での水移というのはずっとこう続いていましたというところです。まあ、何度かですね、超えようとしてはいるんですけども、超えきれずに下の方でずっと水位がついたと。じゃあ、その前年、2021年どうだったかというと、この回帰線よりもですね、上のところで水移していったといったところありますので、要はですね、 今年と昨年とではこの回帰線の位置関係はまず違うというところと、あとは今後ですね、株価が戻していく場合なんですが、おそらくこの傾きがですね、今後どう変わっていくかはちょっとわからない部分あるんですけども、仮にですね、この状況続いたと仮定していきますと、まあ、こういうふうにもみ合いながら株価がじわりじわり上昇していって、昨年の9月につけた高値ですね。この9月につけた高値とこの回帰線がぶつかるところというのが、だいたい来年の8月ぐらいになっていきます。 ですので、時間をかけてですね、この3万円台超えというのをらしていく展開というのが、現時点では想定されるのかなと思われます。下段の幕で見ましても、いわゆるこの0円ラインのですね、これをこう、 超えたり下回ったり、超えたり下回ったり、もしくはこう目まぐるしく入れ替わったりというところで、比較的ですね、過去のこのマックリエの動きに比べるとだいぶですね、この値動きが方向感出ないような状況をついていますので、方向感出ないという状況が来年もですねしばらく続きそうというふうに考えることができます。 で、2023年の末というのが大体この辺りに位置しているんですけども、回帰戦に沿っていくとですね、大体こう3万1千0から2千0ぐらいの間に位置しているというところがありますので、仮にですね、来年のこう相場が強気であった場合ですね、おそらく3万円のこう3万1千円ですとか3万2千円、こういったところを想定されるかと思うんですけども、このマイナス1シグマですね、おそらくこちらに沿っていくのが面なるとなってくると、来年の末時点で、で現時点での判断でいくと、3万円超えないというところがありますので、たまにこう下振れを経験 しながらですねじわり3万円を伺うような展開とつまりですね日経平均の方向感といいます値幅レンジというのはあまりですね今年と変わらない状況というのがまあ、現時点では想定されるのかという,ふうに思われます、えー、解説は以上になります またですね、来年2023年もこういった形でやっていきたいと思いますので、引き続きご覧いただければありがたいです。えー、今年1年ですね、この動画をご覧いただいた皆様には感謝、感謝、感謝というところありますし、またこの動画のですね、中身、こういったところもですね、都度都度見直して、クオリティをどんどん上げていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。